洋川水道は、新潟県東蒲原郡阿賀町黒岩にある国道49号のトンネルである。2013年以降は、通行止めとなっている。黒岩トンネル、洋川水道阿賀町、黒岩地内を通る延長266メートル、車道幅員5.5メートル、限界四4.5メートル、車道は片側1車線の計2車線のトンネルで、自転車歩行車道は併設されていない。 洋川トンネルが開通するまでの本区間は、三河村谷花地内の阿賀野川右岸沿いの急旬な斜面に沿った箇所を経由する単車線の境外区間であった。この危険箇所を回避するため、1960年代の一時、改築事業によるバイパス道路の整備の一環で、洋川トンネルはこの区間の北側を経由する位置で1961年に竣工した。だが、 当時の道路規格は現在の車両規格にはそぐわなくなっており、トンネル内は非常に狭いで十分な道路付近が確保されていないため、大型車の行き違いが困難となっているほか、トンネル入り口に車体上部を接触させる事故も発生している。また、トンネル前後の線形は極めて厳しい急カーブとなっており、会津若松側が R イコール40メートル、新潟側も R イコール50メートルとほぼ直角に近い。このため、高さ3.5メートル以上の車両は、トンネルの通行が禁止されており、事前に万月自動車道などへ迂回する必要がある。国土交通省新潟国道事務所ではこれらの厳しい、線形区間を回避するため、1978年度から事業を行っている、洋側改良の抜本対策として、 阿賀野川左岸側の山間部を経由するバイパス道路の整備を進めており、2013年3月30日に全線供用開始した。このことに伴い、洋川トンネルは全面通行止めとなった。また、洋川トンネル北側には、同バイパスの黒岩トンネルが通っている。国道459号は、バイパス開通後の指定のため、旧道は存在しない。 津川バイパス原動、マイナス揚げ川水道原動一時、改築区間本存岸水道、マイナス揚げ川水道50等トンネル。ありがとうございます。